かぼちゃがさそおれるさてもたぶん年に一度のカーニバル今日だけ自由なお化けたちハリーナイト Are you ready? Ready?こんばんは。早かった今日は。みりんが11時をお知らせします。こんばんは。今日はね、早めに切り上げたいと思いますって言ってて、いつも1時間とかしちゃうんですけど、10時なんて言った、私ごめんなさい、10時お知らせします、10時って言いたかった、ごめんね、ごめん、遊ばせ、間違えちゃった。5分になった、ダンチャーン、さあ始まりました、ゆみりんラジオ。今週も、私シティフォーテイトゆみりんこと滝乃美子が担当させていただきます。よろしくお願いします。ということでですね、ゆみりんラジオが10時5分をお知らせします。いや、今週も早かったですね。もう木曜日ということで、皆さんはね、今週は何をしましたか？私は、今週何してたんだろう。あ、この前10月に入ったということで、あの1年に一度のあれを買いに行きました。1年に一度しか買わないものですね。まあ10月に買う1年に一度のものといえば、そうです、手帳です。皆さんはね、もう携帯とか今持っててね、スケジュールはあの携帯でね管理される方とか多いと思うんですけど、私はずっとスケジュール帳でアナログな方で、はい、管理しておりまして、それの2021年度版を、買いに行きました先日。あの2020年のやつはですね、あのハチミツが食べたいんだなぁのキャラクターだったんですけど、あの2021年はですね、赤がベースの手帳で、魔女が配達するその、相棒の黒い猫ちゃんをモチーフにした、手帳を買いました。はい、早速ね、もう10月のやつは、その10月はだから今月は2冊使いになってます。2020年のやつにも書き込むし、21年の方にも書き込んでるので2回
各楽しみが味わえるということで、早速ね10月のやつもカキカキしてたんですけど、ありがたいことに10月もまあ半ばなんですけど、毎日お仕事があって、毎日お仕事の予定が書けたので、すごい嬉しいなって思いながら書いてたし、あと10月はね、私あのショールームってアプリで動画配信をあの時間がある時してるんですけど、それショールームが毎日10月はできてるので、まあそれもねお仕事忙しくなりつつも、毎日ねみなファンの皆さんと一緒にお話ができるっていうのはすごくなんか充実した日々だなって思いました。そしてですね、10月の中旬といえば10月14日が鉄道の日なんですけど、私すごくちっちゃい頃から鉄道が大好きで、そうなんですよ、ちっちゃい頃からいろんな鉄道に乗ってたりしたんですけど、今年の鉄道の日はですね、はい、サンライズ瀬戸という東京とね、あのこれは瀬戸の方で出雲じゃないのでサンライズ瀬戸なので、高松、香川県の高松を結ぶ寝台特急に乗った写真をあげました。そう、なんかいろいろバタバタしてて、 T シャツのでめちゃくちゃオフっぽい写真なんですけど、お仕事が終わって飛び乗った時のやつですね。ちなみにその4枚載せたんですけど、1枚はあのサンライズ瀬戸を撮ってる、まあ、鉄道オタクさんですかね、鉄オタさんだと思うんですけど、そのサンライズ瀬戸を撮ってる方にすみません、写真撮ってもらっていいですかってお願いして写真を撮ってもらいました。はい、やっぱり自撮りばっかりだとサンライズ瀬戸全部写せないなと思って、ちょっと勇気を出して、私すっごいコミュ障なので、あのコミュニケーション能力全くないんですけど、勇気を出して撮ってもらいました。めっちゃ一人旅してる女の子みたいな感じだったんですけど、うん、でも鉄道好きな方はね優しい方が多いし、あとはなんかやっぱりカメラやってる方が多いので、うん、うまく撮ってくれる方が多くてとっても嬉しいです。嬉しかったですね。はい、でもまあこの話はまた後日詳しくできたらいいなと思うので、よろしくお願いします。ということで今週も、みりんラジオ最後までよろしくお願いします。あ、放送事故だ、ラジオは喋らなくなった、ちょっと放送事故になっちゃう。はい、この番組の提供は、ユミリン社、ユミコ鉄道、ユミコ出版社の提供でお送りします。寒い日が続きますが皆さん、体調崩さないように気をつけてくださいね、うん、気をつけてくださいね。それでは、ここで一曲、今日の曲、ユミリンが選んだチョイスの曲をお届けしたいと思います。ちょっと ちょっとねあのスタッフさんの準備ができてないのみたいので、ちょっとねつなぎたいと思いますが、この曲はですね、私が本当によく聞く曲でございます。何ですかね、何ですかね、何にしましょうかね、まだちょっと悩んでいるみたいなんですけど、何の曲が来るんですかね、楽しみですね、楽しみだな。はい、それでは聞いてください。いや、ちょっと待って、まだ聞かないでください。ではまだ聞かないでください、まだ聞かないでください。この季節の曲といえばなんだろうな、秋でしょ、秋。ちょっと月は違うんですけど、私の、初選抜の曲です。それでは聴いてください。11月のアンクレット、セミブルーの
前髪かき上げ君が微笑むスマイル、突然久しぶりに会いたいなんてどうしたんだ、意外に混んでるビーチサイズ、季節外れの待ち合わせ、僕たちが好きだったパンケーキが来ない、左手を立てて薬指をわざと見せたのは、新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか、 OK 君の勝ち、11月のアンクレート、今でも外せない、君にもらったあの日の二人のシーン、いくらごめんねさよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって、かついらめられるかな、ウォー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 イエイエイ、幸せなニュースのはずなのに少ない口数、引き止めてよなんて責められてるような気がした、手と畳んだオープンテラス、ガラス窓の向こう側、この空と海から色が消えたみたい、誰のかあの夏のアンクレート、今すぐに発想か、波打ち際を走った素足に揺れていた I love you 足首の思い出よ、眩しい日差しの下で寄せるさざ波、水しぶきまで切なくなってきた、思い出はいつかどこかで片付けるつもり、彼の家までこのまま送ってくよ、アンクレート、アンクレート、左の足首にくんで、11月のアンクレート、今でも外せない、君にもらったあの日の二人のシーン、ごめんねさよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって、諦められるかな、わうわうわうわわう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 わWow, wow, wow, yeah, yeah. お送りしたのは AKB48 の11月のアンクレットでした。自分の歌割りがじゃないところとか全然歌詞がちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど、この曲は、私滝乃由子の初選抜の曲です。というだけあって結構歌割りが少なくって、実はあの1番に歌割りが1個もなくって、いわゆるテレビで歌うワンハーフのサイズはですね、リクレートが初めて発する言葉です。そこのアンクレート、アンクレート、左の足首にリクレートが初めてマイクを持ったところです。そこまでは11月のアンクレート、今でも外せない、両手で踊ってるんです。めちゃくちゃ懐かしい、はい、懐かしいな本当に。あのあとはテント畳んだオープンテラス、ガラス窓の向こう側が
歌割りなんですよ。実はあんまり歌ったことはないんですけど、あとはリクレートの後の大サビは全員の歌割りなので、はい、そこは歌ってますね。この曲は左の足首にちゃんとアンクレットが衣装としてあるので、そこもにも注目して見ていただけたのかなって思います。はい、ということでですね、はい、ちょっと終わりの時間が近づいてきちゃいましたが、皆さんいかがだったでしょうか。イエーイ。はい、ということでですね、引き続きみりのラジオは、質問を募集しております。質問の宛先はですね、あ、スカートが引っかかっちゃった、あ、ちょっと、質問のお便りの宛先はですね、ショールームというアプリの、コメント欄にどしどし、ぜひぜひ、送ってくださると嬉しいです。今日はもう終わっちゃうんですけど、またある時に、質問を募集しますという時にですね、いっぱい質問を送ってくださると私が読んだり読まなかったりします。ぜひぜひよろしくお願いします。お便りの宛先もねあるんですよね。ちょっと待ってね、ちょっとググってみよう。 ST48、プレゼント、はい、お便りの宛先はですね、郵便番号 730-8799、広島中央郵便局支所箱第4号 ST48 プレゼント係、滝野由美子宛てまでよろしくお願いします。全然ね、何を送ってくださったりしても構わないですよ。はい、すごいたくさんのお便りお待ちしております。こちらはですね、本当に私に届くので、本当に暴言とかめちゃくちゃ書いてない限り私に届くので、はい、素敵なメッセージをたくさん募集してあります。よろしくお願いします。はい、ということで今日は早いんですけどもうここで終わっちゃいます。あ、なになになに、はいはいはい、はい、うんうんうん、はい、ということでちょっと今ね、ちょっとスタッフさんからね、お便りがあってお便りが来たので読みました。理解です。まあ明日の予定だったりお仕事のことだったりですね、はい、この時間もスタッフさんの、ね、私たちのために働いてくださってるということですね。はい、皆さんここまでのいかがだったでしょうか。ありがとうございます。私もすごく楽しかったです。短い間でしたが、最後にお送りする曲、この曲を聴きながら別れようというものが、何にしようかな、秋っぽい曲、何にしようかな。でも最近ライブが全然できてなくって、今週末に岸壁ライブというのがあるんですけど、そこでまたね久しぶりにパフォーマンスができるということで、すごいね毎回一度とってもとっても楽しみにしております。はい、あとはですね、告示事項は今週の日曜日ですね、18日に皆さん、ファンの皆さんが応募してくださったカッペイング選抜の、発表がですね、あります。はい、すごくドキドキワクワクなんですけど、うん、いい結果というかね、皆さんとの絆が何かこういい形になったらいいなと思います。うん、ですね。なんか最近いっぱい聴いてるんだけど、曲をいざ歌おうってなると何がいいんだろうなっていろいろ考えちゃうんですよね。それでは、ここまでのお相手は ST48 滝野由子でした。それでは最後の曲聴いてください。乃木坂46さんの何だめの青空か。
校庭の端で反射してた誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがずっと流れ落ちてるようで風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも出しっぱなしの何かがあるよ。このままじゃいけないとそう気づいていたのに見ないふりをしていたんだ。膨大な時間となんだってできる可能性、自由はそこにある。何度目の青空か数えてはいないだろう。日が沈みまた昇る当たり前の毎日、何か忘れてる。何度目の青空か青春を見逃すな。夢中に聞いていても時には見上げてみよう。今の自分を無駄にするな。それではまた来週、来週でもない、またお会いしましょう。ありがとうございました。パチ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 。ということで、はい、以上でした。今 iPad で配信してるのでね、もしかしたら皆さんカラオケ配信とかでちゃんとね、この音声付きで聞きたいと思うんですけど、あれってあの有線のコードでつながないとあのカラオケ配信ってできないんですよ。だし私は今こっちの携帯で全部聞いてるのし、あとはこの AirPods って無線でやってるので、そうなんです、音を流すことができないのでちょっとアカペラチックになってしまうんですけど、決してアカペラで歌ってるわけではなく、自分自身はちゃんと音を聞きながら、歌ってます。はい、ということで本当に今日はここまでですありがとうございました。明日も配信できたらします、できたらします。まあできますけどね、できますけどね。明日もそんな12時過ぎまでお仕事っていうわけじゃないので、うん、明日もね、朝からちょっとお仕事なので、今日は早めに寝て、朝分とゆっくりお風呂に浸かって早めに寝たらなって思います。最近の悩みは食欲の秋になっちゃうことです。はい、そして明日の目標はブログを更新すること。これ毎日言ってるかもしれない、まあ今週中には更新します。ザブーンね、ザブーンしてきます。皆さんもぜひ、もうザブーンしたかな。13位ヒーローさん、ありがとうございます。12位ヤグベコさん、ありがとうございます。11位一文字さん、ありがとうございます。10位エリアルマダさん、ありがとうございます。アヌアットマングコロワングサクルさん、ありがとうございます。8位トリダンさん、ありがとうございます。7位ウルフさん、指に押し、ありがとうございます。カモさん、無理だ。6位アランさん、ありがとうございます。5位スランプくんさん、完璧ライブ楽しみにしてます、ありがとうございます。4位アルトさん、イメリンラジオ太鼓楽しかったよ、ありがとうございます。3位オッキーさん、ありがとうございます。2位ノリヘックスさん、ありがとうございます。そして第1位がプロフィール見た時のさん、これは何でしょう。うん、パトカーですねパトカーが4台、パト4 ですかね。はい、皆さんもね、あの睡眠の秋ということでたくさん寝てください。私はちょっと今かお風呂に入りながらイングリッシュになってきますイングリッシュになってきます。そして今日のラッキーガーラッキーボーイさんはすごい、まあ、そりゃそうだよなって感じなんですけど、明日のラッキーボーイさん DJ 太郎さん、ありがとうございます。すごいいっぱいくださってる、ありがとうございます。明日はいい一日になるでしょう。今ザブラしてます、想像したやろあらね、たくさんありがとうございます。それでは
明日も元気にお会いしましょう。それでは最後までありがとうございました。あ、ゆみりんが前言ってた英単語アプリ始めた、みかんかな、私今みかん使っててね、褒めてくれるの、今日は何の日だよって言ってくれるよ。そうなの、明日もちょっとお勉強の日なので頑張ってきます。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい。